はいはい、ソイちゃん始めてくよ。おいおい、肩の力抜け。マユ様がしっかり気持ちよくしてやっから。鳥も今日は耳だけね。へへへ。ういに、じゃあ行くぞ。ふりふり、どうよ、耳の裏側からさすさすってくすぐったい。でも我慢な、そのうちいい感じになるから安心せい。と、いいっしょ。クリクリって親指でされんの。任せてくださいよ旦那。これでもしプロにマッサージを教わってるね。いやさ、実は最初 ASMR のこと全然知らんくて、部に入った頃ぐらいからいろいろ調べてさ、これだってなったのがマッサージ系なんよ。葉っぱとか髪が擦れる音は昔から好きだったんだけど、耳に直接っていうのはね、私の発想にはなかったわ。ゾワゾワがぐーっとくる感じに超ハマっちゃってさ、もう新しい世界がズガーンって開けちゃったわけで、すぐ行ったよね、姉貴の知り合いのマッサージ店。いい音取るためならやっぱ妥協したくないじゃん。だからさ、まずは本物を知らんとって思って、ヘッドスパとかいろいろやってるとこに弟子入りしたんよ。で、最初3ヶ月ぐらいほぼ毎日通って、今も週1で習いに行ってんの。いやー、奥深いわー、マッサージ。一言で癒すとか言っても、いろんなアプローチがあるわけ。で、その中で一番相手にとっていいもんを選ぶのが、結構大変なわけよ。それを見極めるのが、かなり重要で。うわ、やっぱ、なんかオタクの早口みたいになった。はず。いや、まあね。てな感じで、そこそこ私にはマッサージの心得があるわけ。同じ部の子にも時々教えてるんよね。あ、もしかして、一回ぐらいしてもらったことある？それは、私のが本場？元祖ってことで、改めて楽しみなよ。手遅れた。
気を取り直してっと。今度は耳の前の方、ツボを刺激していくよ。なるほどね。だいたいわかった。ここっしょ。いや、ここか。あ、はいはいはい。オッケーオッケー。ポチわかりやす。弱点握らせていただきやした。ウェーイ。にしても、結構苦労してんね。もしかしてだけど、最近明るくて、可愛いけど何してくるかわかんないような、かなりパリピめの子に振り回されてる？なんかそういう凝り方なんだよね。でも、あとちょっと我慢しとけばいいことあるかもよ。これはただの女の勘ってやつだけど。だから今はこういうマッサージで心ほぐして、その子にもっと親身に付き合ってやってね。
茶番にお付き合いくださり、どうもありがとうございます。そんじゃ、耳周りをぐるぐる刺激していくね。これが気持ちいいな、また。ぐるぐる、ぐるぐる。耳が赤くなってきたな。照れてんの？ねえ。照れてんの？血行が良くなってるだけなの分かってて聞く私マジ鬼畜。でもいいっしょ、これ耳の辺だけマッサージしてるのに全身ポカポカってしてくんの。人の体って不思議だよね。一つの場所がいろんなところにつながってんの。世界っていうか宇宙っていうか、とにかく複雑なのにまとまってるみたいな、うまく言えないけどさ、そういうつながりを感じるところもマッサージの面白さなんだよね。やば、なんかポチ相手だと熱い語りしたくなっちゃうんだけど、やばやば、はずいはずい。いや姉貴がさ、語るな仕事で見せろっていうタイプの人で、職人気質っていうの、そんな感じだからさ、家ではあんまし仕事の話とかしないし、友達にも話さないんだって。そういうとこはかっこいいとは思うわ。普段ガチで引くほどオタクで、生活習慣とかもろもろ私よりひどいけどね、あの人。まあ憧れてるってのはあるかも。やっぱ一つのこと極めてる系の人ってかっこよくない？ここの子たちもそうだけど、うちはさ、何でも器用にできっけどそれだけみたいな。ほんとみんなマジパないって。ちょポーチ、ここは慰めるとこっしょ？
でもまあ結局はないものねだりなんかもしれんけど、そんな話をしてるうちにポチはだんだん眠くなっちゃうのでした。そんじゃ、仕上げのお耳ポンポンね。このタッピングがうまく取れてるかは、結構気になるとこだな。よし、んじゃあ、いくよ。トントン、トントントン。このタッピングね、動画サイトでずーっと聞いててさ、摩擦系以外だといっちゃんこれが好きかもしれん。超ふわーってしてくんの。寝る前とか聞いてるといつの間にかぐっすりよ。トン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 。で、たまに耳をギュッて塞いで、パッと解放。これもいいよね。あ、
あとこれ、あたしだけかもしれんけど。パッ、パッ、パッ。こういう破裂音っていうの？このパッってやつ、超好き。トントントンパ、トントントンパ。ねえ、よくない？いいっしょ。続けるね。トントントンパ。こんなもんかな。どうだった？あたしのマッサージ、超よかったっしょ。これからもうちのポチでいてくれたら、たまーにやってあげる。あと作品作るときもね、超使い倒すから覚悟しろ。よし、今日のところはこれで終わりっと。帰ってマイクの調整とか音源の確認とかしなきゃだ。ってかさ、一緒帰る？大丈夫だって、変装するから写真とか撮られんし。マジバレたことないから。ああ、でも、地味めな私見られんのははずいわ。でも、一緒に帰りたいし。ちょ、どうでもよさそう。ちょいちょいちょい、これ結構乙女の一大事だから。おい、聞いてる？聞いてる？ねえ、ちょ、無視すんなし。
ポーチー。